こんばんは、ニュース23です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。1都3県に出されている緊急事態宣言は期限まであと6日ということになりました。政府は解除の方向で検討を始めていることが分かりました。お世話になっている中で少しでも仕入れをしたいっていう思いで営業させていただく決断に至りました。店主は1日6万円の協力金税金を使うより通常営業ができるように感染対策にお金を使うべきだと話します。感染対策してないところは営業しちゃいけないなり営業許可書出さないなりするなんか別の方法をただ締め付けられてもやっぱり闇営業の人が増えていく中で全く意味がないんじゃないかな。この会食や会合これに応じることはないということです。野党側がさらに追及したのは会食の時期と NTT の動きとの関連性です。2018年8月当時官房長官だった菅総理が携帯料金について4割程度下げる余地があると発言。翌月には会食が